大人の謎謎。このコーナーでは明日使える大人の謎謎をお届けします、はい、では今回の問題はこちらです。初体験の時は誰しも上手にできないですが、いろんなところを使って楽しんだり、穴に棒を入れるとすっきりとできる行為ってなんだ。棒高跳び。おっ、いや、いい線いってますね。いい線いってるでしょ。はい、結構近いです。棒高跳び、穴に入れると気持ちいいし、いや気持ちいいしね、うんうん、なかなか体も自分もいろいろ使うし、はい、いや棒高跳びで全然間違いじゃないじゃないですか。違います。何ですか。正解はけん玉でした。なるほど。もう一回問題言って、もう一回問題言って、うん、初体験の時は誰しも上手にできないですが、できない。棒高跳びもそうやな、けん玉もそうや。はい、はいはい、いろんなところを使って楽しんだり、いろんなところを使って楽しんだり。おー、なるほど。はい、はいはい、そして、穴に棒を入れるとすっきりとできる行為ってなんだ。なるほど。それがけん玉。はい、まあけん玉の方がしっくりくる。どうでしょう。まあ確かに言われてみれば、いろんなところを使うっていうところで、まあけん玉の方が近いね。おお、なるほど。悔しい。悔しいです。シンプルに悔しい。悔しい。悔しい。どっちもいけるっていう方に持ってきたかった。難しいな。それは今回はけん玉としか書いてないので、けん玉でも確かにそうやな。残念でしたということで。他にもありそうやけどな。確かに。なんかありそうやけどな。なんか、ね、見つけたら教えてください、うんうんうん、はい、それでは今日も始めていきましょう。ボイスハート放送局。おなほー、月森ねねです。トイズリは南川でございます。芸人と声優が大きなお友達と作り上げていく健全な男の子を育成するトイズハート放送局。皆さんの欲望に応える番組を発信していきます、はい、ということでございまして、今週も始まりました。はい、ちょっと前で、はい、この番組でですね、はい、ノンハプバーというのが話題になって。そうです ね、ノンハプバーというのは何かと言いますと、はい、まあ、ハプニングバーという、まあちょっとまあね、まあグレーというか、はい、まああまりよろしくないお店がありましてで、それがですね、なんとバーがですね、そのまあハプニングバーというのは、要は簡単に言ったらね、うん、その要するに言ったら公衆の面前でやってしまうから、まあ違法なことになるわけでございまして、うんうん、まあそれはもちろん摘発されたりするわけですよね、実際問題。そうですね。でそれの前に、前にね、そのいわゆるノンハップバーってことなので、はい、まあ、ハプニングは起こりません、うん、でもその前室っていう形の、まあ、手を取ったバーですよね、はい、なんでその後は自由、もう好きなことしてください、それはっていう、まあ、出会い系喫茶と言ってもいいんですよね。それのディープバージョンみたいな感じですよね。なるほど。だからもう完全にあの違法行為ではないと、うん、もう合法。それがノンハップバーっていうのがありまして、はい、だからだいたいね、ハプニングバーっていうのはおそらくなんか店舗型みたいな感じですよね。なんで俺も詳しいねなんかんないですけど、俺行ったことないですよ。行ったことないけれども、おそらくなんか、なんか聞いた話によると、はい、あのなんか建物なんですよね。それが別にフロア1階だけじゃないんですよ、うん、なんか地下とかにバーみたいなのがあって、うんうん、で2階、1階、2階、1階が入り口なんかな。うん、でなんかセキュリティみたいなのがあるんかな。いや知らんで、ね、俺のもう想像のもう本で読んだだけやけど、そうで2階、3階、4階みたいなところになんか多分プレイルームがあるんでしょう。なるほど。でそこでまあいろいろあるわけでございますけれども、その、はい、いわゆるバーというところを、うんうん、そこのバーにして。はい、であの他はもういろいろホテル近くにありますから、まあまあまあね、それはお 好きにどうぞみたいな感じやと思いますけれども、ね、はい、それに森田がさらばの森田が森田ラジオ、はい、あれ TBS ラジオかな、ラジオで、お店に潜入してたわ。錦糸町行ってた。そうなんです、ね、聞いたわ。俺もノンハブバーってなんかツイートで見て、はい、あの聞いたもん街中で。臨場感あるやり方ですすごかったな。あれ一緒になんか錦糸町案内してる人がなんかちょっと詳しかったですよね。いろいろ詳しくて、うん、それと、まあ、もしよかったら聞けるんかな。どっかで聞けるかもしれないので、ね、ちょっと聞いてきてくださいよ。そうそう、俺もちょっと一回行ってみたいな、ノンハップバー ね別に普通にバーってことでしょ、言ってしまえばね。うん、まあ、でも俺も森田もあんまお酒飲まんからね。あ、そっか。そう、バー行って普通にコーラでおる方が怖いよね確かに。ギンギンでコーラで飲んでる方がさ、なんか泥酔してる女の子に何かするんじゃなかろうだって、ね、その普通にコーラにしっかり飲んで、うん、鮮明な神経のまま鮮明な神経のまま全ての記憶を残しておきたいっていう感じはありますよね。まあそういうようなことで、はい、まあ、もし皆さんも見に行ったこと、行ったことあるよとか、はい、ちょっと感想欲しいですよね。そうですね、ちょっと気になるので、
ノウハブは行ってみるのもありかもしれませんね、はい、情報お待ちしてます、お願いします。はい、そして今回も番組の実況や感想はハッシュタグトイズハート放送局でぜひつぶやいてください。お待ちしています、うん、それでは今日もあなたの欲望にお答えしていきます。トイズハート放送局、今夜もスタート。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします。トイズハート放送局、改めまして月森ねねです。南川でございます。まあ、ちょっとねねちゃんに聞きたいというか、何でしょうか、はい、少し前ですけども、はい、3月25日ですかね、うん、まあ、こちらの、まあ、準レギュラーではないんですけれども、はい、まあ、一応準レギュラーという形である森本サイダーさんという芸人がいまして、はい、それのイベントにまあ出演したと。あ、そうですね、いうことなんですよね。サイダーに絵を語らせたら止まらない。まあ、いわゆるエロゲー関係のライブですよね、はい、そうですね、そのライブに出られて、はい、あ、ゲストとして、うん、はい、お呼ばれしまして。どこでやったんでしたっけ、場所は。まあ、渋谷のバグチカさんですね。あ、バグチカでやってて、はい、だ松竹の芸人さんたちが結構使ってる、そうそうそう、なんか御用達みたいな。そうそうそう、松竹の芸人が土日とか使ったりとかしてやってるみたいでございます、うんうんうん、まあ、はい、キャパ的にもね、ちょうどいい感じのキャパでございまして、はい、だってお客さんどれぐらいいたりますか。あ、言っていいのかな、これ。いいよ、全然。10ちょい10ちょいですか。、はい、なるほどなるほど。で、それでございまして、はい、まあ、まあまあ、なんか僕もこんなこと言いたくないんですけど、はい、まあ、正直ね、うん、僕の感覚もやっぱ老害と思われる可能性もあるから、はい、ちょっと皆さんとこすり合わせしたいんですけども、はい、まあ、このトイズハート放送局っていうのがあってね、はい、でこのライブ、このラジオがあって、はい、でまあサイダーがね、エロゲーが好きということで、はい、まあ何回か出てるわけでございますよ。でそこで出てて、で月森ちゃんとはここで、はい、知り合ったんですよ ね、 そうですね、当然、当然ここで知り合ったということで、はい、でそういうライブをする、うん、いいじゃないと、はい、でゲストで月森さん呼ぶ、いや、うん、いいじゃないと、まあ、知り合いのね、エロゲー声優という形だから、そうですね、でまあそれは やるのは全然いいけれども、うん、この、パーソナリティの南川に、はい、一言もないと。そうですね、でもそれはあのイベントでもオープニングで私はネタにして、ネタにしてた、はい、ネタにしてた、南川さんが気にしてましたよっていうのを伝えたんですけど、あんまりなんか気にしてなさそうというか、なんかちょっと噛みついてましたね。そう、噛みついてた、はい、もう絶対に言わないって言ってました、次なんか呼ぶときはみたいな。あ、そうなんや。いや俺もだから、はい、この前会った時に、まあ、ライブ終わった時に、はい、この前会った時に正直ね、ほんまの話よ、ほんまの話、別にどっちだっていいよと、別にどっちでもいいよと、俺そこも、はい、そこも厳しくないんですよ、うんうんうん、別に厳しくなくて、でもやっぱり芸人やからいじるじゃないですか、うん、そのお前この前ライブやったやろうっつって、あれちょっと俺に一言もないのおかしないって言って、まあ芸人のコミュニケーションだと大体、うん、いやすいませんごめんなさい、すいません忘れてましたとか、はい、言うべきでしたとかじゃないですか、はい、うん、サイダーは一味違いますよ、うん、何でお前言わなあかんねん。およかった、ブレてなくて。もうブレてないよ。いや、裏でなんかすいませんすいませんしてたら、 あの時の感じは何だったんだろう。いや、何でお前に言わなあかんねんって言われたんで、これゼロ距離で誰にお前って言ってんねんって勝ち切れしましたね。そんな出来事がイベント。いやー、ちょっとサイダーはほんまにブレないですよ。いや、いい意味でブレないよ、うん、ブレない男でございましてね。いい話。いや、いい話かな。俺は関わりたくないなと思った。ちょっとイラッとした。俺はなんかイラッとしたというか、全然イラッともしてないね。イラッともしてなくて、単純になんか、あ、なんか俺の知ってるコミュニケーションじゃないと思って、ちょっと関わり合うのやめようかなってリアルに思ったかな。いや、でもめちゃくちゃ楽しいイベントでした。楽しかったイベントだ。ゲストの他の芸人さんとか皆さんとても優しくて、打ち上げあったんですけど、イベントの後に出演者で、うん、サイダーさんが全員分おごってくれたんですよ。うわ、何人ぐらいいたんですか。5人。5人、月森も含めて5人。これ結構 お店とか聞いていいんですか。あ、バグチカさんの近くのキリンシティ。え、それ何屋、居酒屋。まあ、おしゃれなビアホールです。そうですね、ビアホールね。ビールがいっぱい、ビールがいっぱい飲んで、みたいな。結構、じゃあ、はい、そんな安くはないよね。まあそうですね。うん、はい、ここサイダーが一応主催者やから。さんが主催者やから。これも言っていいのか分かんない。なんか、還付金が出たから、おごる。
いやほんまになんか来たくないよね。カンプキン入ったからって言ってました。なんかその来たくないよね。サイダーさんほんまにいろいろ頑張ってらっしゃるんでしょうけれどもね。カンプキン大事ですかね。もらえるもんはね、もらっとかなきゃ。いろいろおご、はい、るためにカンプキン出してるわけじゃないってことはやっぱりちょっと言わないといけませんかね。これ言っていいのか分かんないんですけど、まあ、でもねサイダーもいろいろ頑張ってて。いやそうですね、まだもしなんかサイダーがイベントあったら、はい、月森さんに来るんで、またいつでもご用命ください、出ていただいて、はい、で盛り上がったんですね。はい、めちゃくちゃ盛り上がりました。もう、うん、サイダーさんがこうエロゲーについて語り出すたびにも観客、うん、わーみたいな、はい、すごいじゃない、面白いみたいな感じで、面白いえ、ほんまに本当本当です本当です。ちょっと先輩としてあんまり見たことないけど、聞いてみてください他の盛り上がって出演者の方とかにも、出演者としてね、まあ、まあでもまあそういうようなことがあったということでございまして、そしてですね、南川さんが、うん、まあ、これはあの再来月、あれ次来月、まあ、再来月ですね、6月17日に単独ライブドクンが開催されるということで、うん、そうはい、うん、やるんですよ、開催するということでね、おめでとうございます。渋劇というところで、はい、この劇場も大きいんですよ。250キャパですか、250ぐらいかな、結構入りますね。それの2回公演ですからね。あ、そうか、昼夜とありえないんですよ、2回公演なんていうことはもう本当に、うん、え、2回公演にしようと思ってたのは奥様とか、妻です。そうです、妻が僕がいろいろ悪口を言ってるから、はい、まあ、ネタをしなさいということで、まあ、渋谷を抑えたという経緯があるんですけれども、うんうん、まあそのまあ、配信も一応あるんで、あの、まあ、もし地方の人で見たいという人がもしいたら、ね、そうですね、ぜひ見ていただくのもありがたいんですけども、ぜひぜひ、まあ、これはもうちょっとゲスト呼ばないとなんともならんなっていう気持ちではありますよね。お、誰が来るのかワクワクっていう、うん、まあまあ、誰をまだ決めてはないですけども、うんうん、ちょっとさすがにもう決めないといけないなということで、まあ、ネタも一応作ってはいるんですけども、大変やなっていう感じですよね、やっぱり。で、まあ、妻がグッズをね、あ、グッズ、グッズ作るんですよ。え、どんなグッズが出るんだろう。なんか T シャツとか、なんかステッカーとか言ってましたけど、なんかこうちゃんとしたやつを作ると。で、やっぱり松竹あるあるなんですけど、松竹芸能、まあ、吉本とかはやっぱりすごいそのイベントとして長けてるじゃないですか、はい、劇場いっぱいあるし、うん、はい、で松竹の芸人でその単独ライブいかついなっていう人って正直いないんですよ。わかります。人力車だと03さんがいたりとか、なんかいろいろいるじゃないですか。そうですね、で、まあまあ松竹だと、まあまあ宵子さんとか、まあ、ああいうあたりはちょっと年一、最近やられてないと思うんですけど、年一やってたりとかするんですけど、はい、この僕らの世界でやっぱりそのなすなかさんとかも、まあ、ライブはやるけど単独ライブガツンってやるとかないんで、だからグッズってなるとね、なかなかね、どうしようってなって、ね、妻が全部やるんですよ。まあでもなんかね、あのやってくれるというか、うん、いやでもね、ロビーで売るって言うんです。え、奥様が実際に、奥さんが手売りする、手売りするって言うんです。奥さんがね、立つって言うんです。でもロビーには松竹の芸人も、芸人とか社員もいるんです。そうですよね。で、このグッズの売り上げどうなるっていう話もしてない。もうあの、ほんま焦らなあかんのでしょうね。あえてしてない、何も。そっか、だってね、うん、奥さんも会社立ち上げられて、そうそうそう、でグッズも言ったこっちマイナスやから、松竹に見てお金出してもらってるわけじゃないから、そこはね、劇場とかいろいろあるけれども、うんうんうん、それもあるから、もうその辺がもうややこしすぎて、俺はもう関わりたくないっていうか、やるはいいけどネタを作ることで精一杯やのに、ね、そこはどうのこうのみたいな、もう嫌やっていうことで、もう全て任してるんで、わ、仲良く、あのロビーでめっちゃ喧嘩してるかもしれません、ね、ロビーで殴り合いの喧嘩してると思ったら妻と社員です。それをぜひ皆さん、はい、戦いが、もう松竹 VS なんせかね。でこのエンドロールがね、一応エンドロールをどうしようかみたいな話をしてて、作るエンドロールね、はい、でそのエンドロールって大体こうなんかいろいろ、単独ライブのエンドロールなんで、まあ、正直映画のエンドロールじゃないからさ、関わってる人もその映画みたいに多くないから分量少ないじゃないですか、はい、でいろいろこう、まあ、もちろんでも手伝ってくれたスタッフさんはいっぱいいるから、うん、それでバーってエンドロール出すでしょう、はい、最後ですよ、この最後の主催松竹芸能なのか、はい、合同会社なんすなのかっていうところでございまして、なんか2つ並べるとかって選択肢はないんですか。2つ、もちろん2つ並べるんやけれども、なんせをでかくするのか、なんせを華やかにするのか、なんせだけあの縦横無尽に動いとくからってことで、エンドロールとは別に、なんせだけずっとそのスクリーンセーバーのやつみたいにずっとあーってずっと動いてるみたいな、泳いでるみたいなことにしようかなとか、ね、それちょっと面白そうですけど、いろいろね、
みなみかわさんにしかできないですからね、それは。そうそうそう、単独ライブの、まあ、ちょっとなんか遊びしろというかね、うん、なんかいい遊びしろできればなということなんで、もう皆さんぜひね、あ、見に来ていただければ。チケットがですね、はい、昨日4月14日からですね、はい、ファニーで発売しております、はい、の、 あの作家もいろいろいてて、うんうん、まあ、僕一人ではなかなかできないんでね、はい、でも舞台に立つのが大体僕一人なので、はい、やっぱちょっとねプレッシャーというかしんどいんですけども、もう持ち前の、ふにゃふにゃさでね、なんて持ち前のこのヘラ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 舞台に立って、ヘラヘラ、その緊張感ないですよ、ヘラヘラ。だからこう、なんか単独ライブとかだったらこううわーって盛り上がって出てくるけども、はい、ぬるっと入ってまあどうもみたいな感じで入ってそのヘラヘラ具合も見に来ていただければねというところでございますので、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ続いてメールいきますか、はい、ラジオネームマイトムさん、はい、月森さん、南川さん、おなほ。僕は風俗嬢と仲良くなりすぎるのが悩みです。ほう、連絡先を交換しようと言われるのがほとんどで、プレイ後に飲みに誘われたり、この間はショッピングに付き合わされましたすごい仲いい、はい、飲みはさすがにいたしますが、うん、ショッピングはおごるとかはしてないです、うん、もう話しやすいと言われるのですが、正直面倒です。だけど嫌われるのも面倒です。僕はどうしたらいいですかと。いや、いい悩みですよね。贅沢な悩みですね。なるほどな、風俗嬢と仲良くなりすぎるな。でもさ、これさ、うん、自分が好きな風俗嬢やったらいいよね。うん、でもなんかもちろんプレイしてみて、うん、あんまりやったらちょっと苦痛ではありますよね。ご飯食べに行くのも、ご飯おごるのもなかなかね。その場で会うから楽しいやと思うんやけど。でもそれぐらい人馴染みいいんでしょうね。そうですね。いや、めっちゃいいことやけど、でもさ、風俗嬢と仲良くなりするってことは、別に他のキャバクラとか、うんうん、まあ他のガールズバーとか、他のところでも仲良くなりすぎれるんじゃないの？ね、なんか他の場所でも適応するんですね。めっちゃいいよ。俺聞かれたことないよ、風俗嬢に連絡先とか。その若い時でも。全くないですよ、一切。え、あ、いいな羨ましいな。聞いたらやっぱりさ、なんかえって思っちゃうよね。何かあるんかなみたいな思ってしまうよね、うんうん、めっちゃ羨ましい。なんか自慢相談と見せかけての、そうなの、自慢、僕は持ってって持ってて仕方ないです、ね、みたいないいよね、めっちゃいいやん。まあ、ショッピング出せへんのやろ。まあ、うんうん、飲み屋さすがに出すって言ってるし、でもショッピング出せへんのやろ。まあまあいいじゃないですかね。こんなんいいやん。なんかショッピングをおごらせようとしてるわけでもないもんね、うん、別にほんまに買いに行くからついてきてって、相当この人いいですよ、人たらし で、ね、人たらしは財産よ、ほんまに。そうやろ、月森さんなんか全然無理でしょ私もう弱ったりが下手っていうか、うん、弱ったり、月森さん弱ったり下手そう、うん、ねえ、なんかサイダーと同じ匂いするもんね仲いい人はめちゃくちゃ仲いいし、まあねまあね、付き合い長いんですけど、うん、俺も別にうまい方じゃないけども、うんうん、なんかまんべんなくっていうのが、そうね、多分どの子のコミュニティに行ってもできた試しがないっていうか、分かる分かる。俺もなんかさ、人正直一人が楽やんすが一人が楽なんですけど、うん、でもこうなんかこうきっかけで飲みに誘われたら、もう断らないようにしようっていうのを一応心情にして、なんかスケジュールとかがなければ、はい、何もなければもう断らないようにしようとしてるんで、俺も今年は結構行ってますよ。お、うん、すごい、結構行ってます。すごいでしょすごいすごい。俺もこんな頑張ってるやから月森さんも頑張ってるっていう安なメッセージだったんやけど伝わってないんかな、すごいな、伝わってないんかもしれへんな。だったまあそういうことでございまして、でもこれは皆さん誇ってください、マイトモさん、本当に誇ってください。いいことです、いいことです。まあ行ける限り行ってね、うん、面倒やったら断ってもいいと思いますよ。まあすね、うん、お願いします。はい、楽しんでください。はい、では次はですね、こちらのコーナーをお届けします。トイズハートよせよいしょ。コーナーはトイズハートの商品などをテーマにした大喜利お題にリスナーの皆さん、そして南川さんに回答してもらうゴリゴリな投稿コーナーです。ありがとうございます。はい、では今回募集していたお題はこちら、女神の下でトレーニングをした結果手に入れたエッチなチート能力といえばでした。いや、チート能力とかさ、最近よくトレーニングとかでチートデーとか言うじゃないですか、はい、チートって何なの？ちゃんと踏まえさせて。チートというのは、チートとは、うん、
特殊能力。特殊能力。うん。全然知らなかったの。いやなんかどう言葉で表せばいいか分かんなくて。あ、でも感覚では分かってた。分かってました。そうなんや、すげえ。やっぱりもうちょっと年いってんねんな。チートよく聞くけどね。うんうん。はい、不思議な能力がいっぱい今回届きましたので紹介しますね。うん、ではお名前ワンタンと犬りのホットドッグさんからいただきました。うんうん、エッチなチート能力といえば。エッチな誘いを OK してくれる予測確率が表示される。あー、なるほど、いいね。ね。スカウターみたいなことでしょ、言ったら。そうですね。目の中、グラスみたいなのがバーって出てくるってことでしょ、表示としてね。はい。いいね。今日は OK、今日は NG。いいよね。確かに、それ素晴らしいね。これだったらね、はい、心折れずに済みますからね。うんうん、では続きまして、お名前、いちごカーブさんからいただきました。どうぞ。エッチなチート能力といえば、超ミニスカートの女子大生が階段を上がっている場面に出くわした時に必ずパンツが見えそうで見えないギリギリのライン、生足を限界まで眼福できる能力。あー、なるほどな。パンツではない。なるほどな。生足が見たいんじゃという。生足が見たいんだと。はぁ、まあ、分かるよな、そういう人もいるよな。はい。それの、ちょっと物差しができるということね。はい。いいですね。はい。続きまして、どうぞ。お名前、ドバイヘリコプターさんからいただきました。エッチなチート能力といえば、普通のゲーム内で、登場キャラとエッチなことができる能力。あ、これめっちゃええやん。いや、分かる。これはいいって思いました。だからさ、結局さ、はい、例えば漫画とか読んでてもまああるけど、はい、あのでもじゃなくてマジでガチで、マジでガチじゃないやんみたいな。マジでガチでそのエロいシーンが見えるみたいなことやんな。そうです。だから若い時で僕ドラゴンボールやったらブルマのすごいエッチなシーンが永遠で見れるたら、ちょっとそれはもうドラゴンボールの本筋に戻れないよね。これはちょっとみんな本筋に戻れない。大好きなのでは、うん、ということで。分かる、はい。はい、では続きまして、お名前、来世は朝顔さんからいただきました、エッチなチート能力といえば、挿入した時に、うん、中で最もフィットするチンコに変形できるチート。あ、だからトグロアニみたいなことやんな。トグロアニみたいなことだ。トグロアニになりたいよな、確かにな。たびたび登場するトグロアニ。でしょ。やっぱ大体俺らの世話はトグロアニともう評するから、それはね。はい、はいはい、では最後にお名前、はい、公認巨乳鑑定士ジョーさんからいただきました。はい、エッチなチート能力といえば、好きな女性を見ながら両手を筒状に組むと、その女性のあそこを忠実に再現したオナホに変化する。あ、だからそれトグロアニやんな。トグロアニ2です。トグロアニ2やんな。みんななりたいんだよな、トグロアニに。あの寄生獣の人か。はい、どっちかなりたいんでしょう。以上5つ、今回は、はい、素晴らしいですね。待っていただきましたが、じゃあ南川さんの回答を発表してもらいましょうかね。もちろんもちろん。では行きますよ。エッチなチート能力といえば、舌が2つに割れてプロペラみたいになって、君にめっちゃうまい。まあだからトグロアニ3ですね。あ、3、テグトグロアニ3、トグロアニ3ですね。いやちょっとまさかの相当プロペラよ。だからイジリオカさんとかのレベルじゃないよ。あれも超える、あれを超えるわけですから。あら、最強の舌使い。2つにあるやん、たまに割れてる人いるじゃないですかね、うんうん、蛇みたいにして、ね、それをぐるるって巻い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 て、ぐーって限界まで巻いてブルンってなる。そこをあそこにギャーってなってすぐ塩吹くっていうやつ。すぐ塩吹くっていうやつ、はい、ということで、はい、じゃあ今回判定は月森がします、はい、お願いします。選べないから、いいですよ。今回の勝者は、でもそっち良かったよ、めっちゃ。そうだから、服装あげようかなと思って。いや、いいよ。南川さんと、はい、来世は朝顔さん、うん、フィットするチンコに変形できるチート、いいね、そして公認巨乳鑑定士ジョーさんの、手を筒状に組むと、その女性のあそこを再現したオナホ、だからトグロ三兄弟、ね、トグロ三兄弟にくれると。今回は、はい、勝利を与えたいと思います。ありがとうございます。こちらのコーナーに勝したリスナーの方にはグッズをプレゼントしていますよ、うんうん、ということで、では次回に向けてのお題をですね、はいはい、発表します。どうぞ。スローオナニー中にこんなことしてるの？一体何をしている？うーん、スローオナニーというのはそもそもこうゆっくりとしたオナニーですね。時間をかけて、はい、はいはい、いたすということですけれども、いいじゃないですか。今回はスローオナ特化のオナホール、マシロちゃんちのソフトですかね、うん、オナホを元にしたお題となっております、はい、時間をかけてオナニーをしている間にしていることを送ってきてください。よろしくお願いします、うん、はい、以上、トイズハート妖精でした。トイズハート放送局、ここでトイズハートからのお知らせです、はい、心を取り戻すため
あなたの白い液が必要です、うん、数々のファンタジー要素を製品化したオナホアトリエシリーズよりこの度第4弾黒魔術師のオナホアトリエが発売されました、うん、繊細で複雑な刺激を楽しめるイボ内包のヒダ構造、バキュームなしでも十分存在感を感じられる大きめのイボとそれを包み込む繊細ヒダはじっくりストロークすることでより一層楽しみいただけます。高品質素材と複雑な造形をみっちり再現、ヒダの1本まで高精度を出力した本体はリッチな 380g、 安心の国産素材人肌マテリアルを採用しています。黒魔術師のオナホアトリエはアマゾン様限定で発売中です。ぜひチェックしてみてくださいね。以上トイズハートからのお知らせでした。トイズハート放送局、お届けしてきましたトイズハート放送局エンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールは番組ページのフォームからお願いします。この番組は月曜日のお昼12時からトイズハートの公式ホームページでもアーカイブ配信されます。こちらでもぜひお楽しみください。そして音声配信アプリのスタンド FM でもトイズハート放送局がお聞きいただけます、うん、YouTube 同様毎週月曜日12時に最新回が更新されます、うん、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで、ね、今週はあっという間でございましたけれどもね、はいはい、だから森本サイダーの件に関しても、うん、はい、まあ、あのねねちゃんがね、はい、まあ、今後もしっかりライブとか、はい、もしあったらぜひぜひ出ていただくというところでございますよね。はい、また何かねできたらいいなって思います ね、 そうですね。だから続きそうですか、そのいわゆるエロゲーの、まあ、ライブ。あんま確かにやってる人って芸人はそこまでいないから。そうですね、いないですね。あのいいんじゃないですか、うん、そのやってみてね。出演者側、まあ、もうみんな、うん、第二弾やりたいやりたいって、うん、めっちゃ楽しかった。楽しかった。やりたいやりたい。なってましたか。なってましたか。はい、またぜひ第2弾ね、お客さんだけですね。お客さんだけですね。ねえ。なんか松竹大好きみたいな、うん、箱推しみたいな人たちが結構多かった。松竹大好き。大吟醸の二人も好きだし、斉田さんも好きだしみたいな。そんな人いる？なんか若手箱推しみたいな人がいるのかなって思ってました。俺は見たことない。女性がほとんどだったんですよ、お客さん。はい、いるか。そんな人。おや。でもお笑いライブ女性の方が多いですよ。ね、まあ、エロゲーってなってるのなかなかね、男性がちらほら、うん、あ、なるほどね、っていうか多分美少女ゲーム好きなんだろうなって人もいらっしゃったんですけど、ほんまにエロゲーが好きな人来づらいかもしれないですよね、もしかしたら。もしかしたらぜひ、ね、それを次ね獲得できるようにしてはい、頑張っていけたらいいな。だからさ、そのねねちゃん声優さん中心としたライブやったら、はい、多分来るよね。まあそうです、やっぱ男性の、うん、男性多いよね、お客様がメインになると思います、うん、そうなるよね。はい、わ、はい、かりました。はい、そしてですね、来週なんと番組にゲストが来てくださいます。よいしょ、AV 女優の江川ノアさんがご出演でございます。すごいじゃないですか。久々の女性ゲストですかね。確かに確かに、だから純さん以来 の、 あのセクシー女優の方、はい、またまたセクシー女優の、はい、江川さんが来てくださいます。はい、そしてですね、再来週の放送は、うん、AV 男優漫画家のカエルのエレファンテ先生が、はい、ご登場でございます。もう驚きもない、はい、毎回ありがとうございます。純ファミリー、いや、もちろんもう純じゃないよね、もうファミリー、ね、ファミリー、もうファミリーです、ね、エレファンテさんはさ、もうさ、レギュラーでもいい。純ファミリーの肩書きはサイダーさんだけ。サイダーは順以下なんですよ。今はいいかだけ。順々です、順々決勝。はい、ということで、はい、来週再来週とゲスト会が続きますので、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ楽しみに。それではまたお会いしましょう。ここまでのお相手は月森ねねと南川でした。バイバイ。バイバイ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りしました。